お疲れ様です。マイナンバーカードってあるでしょ。マイナンバーカードっていうのは、まあ便利になるカードなんで、まあ任意でね、取りたい方は取ってくださいっていうのが最初の振り込みだったんですけども、あまりにもマイナンバーカードを希望する方が少なかったんで、2万円あげるからマイナンバーカードを作ってくださいみたいな制度があったんですよ。で、2万円あげるって言っても作る方が少なかったんで、ついには免許証とかね、保険証と合体して、まあ、それでもいいですよと、取りたい人取ってください、その代わり免許証廃止します、保険証廃止しますみたいな、事実上強制ってことになりましたね。でもトラブルが多くって、まだまだ闇が深いらしいです。このマイナンバーカードなんでやりたいかっていうと、マイナンバーカードを作るための省庁とか中間団体が生まれるんですよ。でそこが天下り先になって、そこで税金むさぼる人ができてくるっていうことになってね、新しい予算措置がやっぱ必要になってくるからなんですよね。で SDGs も同じですし、それから LGBT 法も、なんであの法案を通すのが躍起になるかっていうと、法律が1個通るとその法律を管轄する中間団体ができるんですよ。でそこに予算が落ちて、そこに美味しく天下りをするんで、本当に LGBT に関心があるわけではないんですよね。でそうなってくると、今度はね、デジタル庁のマイナンバーカードの話に戻りますけども、いっそデジタル庁は全ての仕事を民間に外注すればいいんですよ。ソフトバンクとか楽天とかにね。そしたら簡単にデジタル庁の仕事っていうのは民間に降りていって、デジタル庁の職員は必要なくなって全員クビってことになるんで、めでたしめでたしと。で民間の会社は儲かってめでたしめでたしみたいな。しかもミスはないわけでしょ。もっと言ったらクラウドワークとかにね、外注したらいいんじゃないですかね。そしたらインフルエンサーとか、あと個人事業主の方とかはね、ちゃんとプログラミング組んで、マイナンバーカードとかね、すごく低予算でやってくれると思うんですよ。しかも完成度の高いやつを、そのぐらいの頭デジタル庁の人にあればいいんですけどね。みんなしてデジタルが苦手なんですよ、デジタル庁の人って。それこそ素人みたいなもんが集まってますからね。終わってますね。いってらっしゃい。